皆さんこんにちは。今日もありがとうございました。来ていただきました。ですね、今日は前回について弥生時代ということで、進めていきたいと思うんですけど、ちょうどですね、大嘗祭ですね、天皇様、今やられたばっかりですけどね、あれなんかも、後々ちょっと次回かその次ぐらいの講座で詳しく認識次第とかそういうのを説明したいと思うんですけど、あそこに出てるですね、住居というかね、建物ですね、神社みたいな建物がたくさんあったと思うんですけど、あの建物っていうのは弥生時代のですね、そういう住居みたいなものを、継承した形になっているので、そういう意味でもですね、弥生時代からですね、こう勉強していくと、なんとなくこうその今のね、天皇の儀式とか神社の由来とかね、そういうのが分かると思いますので、ちょっとずつ今日はそんなことも踏まえてやっていきたいと思います。まず弥生時代っていつ頃なのかっていう話なんですけど、かつてはですね、紀元前3世紀ぐらいからですね、卑弥呼の時代ぐらいまでね、言われてたんですけど、最近はですね、弥生時代その早期がですね、紀元前1000年ぐらいから始まるんだろうかってね、話が定説化しつつありましてですね、いろいろまだそのいろんな論議があるんですけどね、そんな感じで、行われてます。そして、何が特徴かってことを言いまして、今までのね、狩猟中心の生活から、稲作がですね、入ってくるんですね。水田でお米を作って、そういう生活に、変化しましてですね、そういう稲作とかっていうのはやっぱり集団でね、きちっとやらないとできないものですから、そういう中でそのだんだん共同体とか、最後でね、国家みたいなのができてくるようなね、そういう歩み始める時期と言われてますね。で、そのですね、特にその骨格的な特徴からいくと、旧石器時代人とか縄文人の骨格っていうのはがっちりしてね、不安なんですけど、弥生人のですね、骨格ってちょっとなんか違うんですね。その辺をちょっと見ていただくとですね、例えばこれは縄文人の骨格ですね。かなりこう、丸顔っていうかですね、がっしりしてですね、割と小柄だけど、なんですかね、骨は結構ね、出っ張ってて、こんな感じの、縄文人とかね、旧石器時代人とかね、いるんですけど、それがですね、弥生人が入ってくるとちょっと違う骨格の人がですね、出てきますね。これはちょっと復元の映像ですけど、こんな感じのね、一重まぶたなのかどうか分かんないですけど、ちょっと縦長で、全体的には彫りがちょっと浅い感じの中国とかね、多いモンゴルですかね、こういう顔の人結構、皆さん中にもいらっしゃると思いますけど、弥生人のね、系統じゃないかって言われてますね。そんなこんなで、中国の方からどうも渡ってきた人らしいと言われてます。で、どういう住居に住んでたのかということで、ここにも写真が載ってますけどね、高床式倉庫という、特にその床を高くしたですね、倉庫を使って、こういうやつですね、レゴがいますけど、こんな感じでね、ちょっと高くしてですね、これは猫が登らないようにこういうのをつけたりして、ここに米を保存してるわけですね。そんなこんなで、文化的にもちょっと違っている。で、お墓の形もですね、こんな感じで、亀棺墓とかね、あるいはその上にこう石を、史跡の上に大きなテーブルのような石を載せる史跡墓ですね。あと、周公墓、こう溝をね、周りにこう巡らすような周公墓。あと墳丘墓ね、走って出てくるんですね。
まあ、そんなふうにちょっとずつそのお墓が、他も方が変わってきて、それだけに変わってきて、で、まあ、前回もちょっと説明しました、まあ、染色体の話から弥生人というのは、じゃあ、どういうふうに見えてくるかなっていう話があるんですけど、まあ、特にですね、まあ、日本人の中でも半分ぐらい占めるこの O1B2 っていうですね、あの Y 染色体の O1B2 っていう系統じゃないかとね、まあ言われてですね。でこの O1B2 っていうのはそのどういうふうなあれかというと、そのまあずっとアフリカから出てきて、ここでそのまず北方に多い N って系統と O って系統に分かれる。上から来たかどうかは分からないですけど、とにかく O ってきて、そこでさらに O1、ね、この辺で O2 と、まあ、分かれて、でここの、その、視線とかね、長江の上流の方で、さらに O1B2 っていうのが発生して、まあ、これが今度こう、長江ね、下ってきて、この河口から、まあ、ダイレクトに行ったか、あるいは朝鮮半島のこの辺ですね、を経由して、こう来たかっていうルートが、まあ、あるいはこう回ったって人もいますけど、まあ、とにかくこう弥生時代にやってきたと、まあ、言われてですね。で、まあ、ここに、まあ、先日もちょっとご指摘あった長江文明で、長江のね、周辺の1万年ぐらい前からですね、ずっと続いている、まあ、文明と関係しているんじゃないかと。まあ、で先日ちょっと触れた両河文明というのはここに書いてあるね、あのここから分かれた N1 ってね、N っていう系統がありまして、これがその、まあ、縄文時代にですね、どうもこっちの方から来たかわからないですけど、この東北のね、縄文遺跡で三内丸山とかね、まあその辺の縄文文化のあれと関係してんじゃないかと。で、まあ、それはその N1 の系統がですね、こういう形で、その、龍河文明の遺骨のあれと、ね、なんか似たような青森のが出てると、たくさん。まあそういうことからも、なんか、そういう系統なんじゃないかなって話が出てるみたいですね。あと O2 というのはですね、まあ、また別にあるんですけど、それはまた渡来人のところで、甲賀文明と、ね、関係しているとは言われています。この人方もちょっと弥生人に関係しているかもしれないと言われていますね。で、まあ、それで特にですね、さっきの四川省とか雲南ですね、中国の西南の方の文化っていうのに、ちょっと、弥生人の文化がね、なんかすごく似てるというかね、関係するんじゃないかと。長江の上流域ですね。まあ、言われてまして、まあ、具体的にじゃあ何がどう似てるのかって話で、その、まあ、見ていくと、これはあの雲南のですね、まあ、新年北斎山遺跡ってとこから出土した、まあ、そのお墓のね中が出てきた、そういうこう青銅でね出た細工のあの文様とか、そのこれはね、あの写したものですけど、それをねと、でこう見ていくとですね、あのここになんかもう神社みたいなね、こういうさっきの高床式ね倉庫みたいな形したのが出てきますよね。こっちにもこう、まあ、復元されてまして、これでなんかみんな太鼓なんかね、太鼓というようなね、こう像なんですね。でお祭りかなんかしてるんだろうね。でここに大きなね、さらになんかね、あると。で、そういう文化っていうのは、例えばこの、市議ですね、神社のこの、まあ、バッテンの部分、こういうのもこう、ここにちゃんともう描かれてるんですね、雲南のね。だからまあ、こういうような、まあ、まあ、いろんなのを見ていくと、よく似てると。で、その雲南にその彝族とかね、ロロ族、あ、これはチベットの方からね、南下してきた、人々だって言われてるんですけどね、あの、ハタサクとかだったり、もともとはね。で、その人たちの子孫の、まあ、赤族とかハニ族、まあ、その東南アジアにも流れたんですけど、まあ、その人たちの、文化の中にね、こういう鳥居みたいなものがね、あるとかね、あるいはその、まあ、納豆とかね、味噌とかね、まあ、どうも日本にあるような、文化のね、痕跡をね、まあ、彼らもまあ持っていると、まあ、いうことで、まあ、同じような祖先をね、持っている人が四川とか長江上流域に
いて、まあ、そこで別れて日本に行った人と、まあ、そこに残った人、あるいはね、南の船の人が、まあ、いたんじゃないか。で、これが、まあ、一つ注目したいのは、この雲南って地域はですね、ある時期に、まあ、特に多分春秋戦国時代って言われてるんですけど、まあ、チベットのね、北の方の北方遊牧民ですね、騎馬民族って言うんですかね、まあ、彼らが南下してそこに混じったと。で、水田、今までの水田農耕とかしてた人々のところに、こういう騎馬民族の、まあ、具体的にはこう、これ、アルタイ山脈の近くね、あの、パチリク古墳群ですかね、あ、で見られるそういう、こういう人たちですね、ちょっと、まあ、コーカソイド的な顔をした人、まあ、こういう馬に乗った人の文化が、まあ、流れてきたと、何らかの形で南に下ってね。とこういうなんか馬乗った人とか、あるいはこれもそうですね、この積載財積だ、あと動物ですね、この馬に乗ってその野獣をね、こうやってる人たちですから、こういう、まあ、動物のね、一生みたいなのもこう見えてくるんですね。だから水田農耕文化とその動物のね、その狩猟っていうか、その騎馬文化が混じって、こういう雲南の文化っていうのができていて、まあ、特にその、まあ、坂下氏って言われてるんですか、坂下氏って、あと坂民族、あるいは下氏ってね、月に、まあ、下氏って民族なんですけど、そういう、こういう牧民、これなんかを坂族のね、あの、まあ、南ロシアの、ね、人たちの、まあ、種族なんですけど、これ鳥の羽みたいなね、こういうのもやっぱりその積載財積のね、似たようなのがどうも、ね、出てくると。で、これ鏡つけたりしてね、まあ、そういう種族もですね、ある時期に、まあ、日本に、まあ、来てる可能性があると、まあ、何度もね、流れが、まあ、そんなことをちょっと頭に入れておいていただいて、まあ、それで今日はですね、まあ、前回の遺伝子の中で Y 染色体っていうのはお父さんからね、こう子供に伝わってくる父系の遺伝子のハプロタイプで、ミトコンドリア、ハプロタイプっていうのはお母さんから、まあ、息子って伝わってる母系のね、あれなんですけれども、今日紹介するのは、まあ、HLA ハプロタイプっていう、これはですね、いわゆる骨髄バンクとかね、皆さん聞いたことあると思うんですけど、それに関係するそのあのヒト白血球抗原のね、HLA の、遺伝子を解析していった結果の、まあ、結局たくさんいるんですね、サンプルがね、みんな登録したりしますから、それとたくさんあるんで、まあ、データが豊富にあると。で、両親から1通ずつね、受けるんですね、お父さんお母さんから。で、HLA っていうのは、まあ、ABC とか DR とかいろんな方があって、まあ、その組み合わせがね、からまあ言ってるんですけど、特にその組み合わせが組み合わせで、その手術の時にね、うまく接合しないとダメとか、いろいろ皆さん聞いたことあると思うんですけどね、骨髄のね、話はね、まあ、そういう特に HLA の B とかね、 DR からまあ、いろんな推測なされてるんですけど、特にその今回の弥生人ですね、まあ、弥生人についてはこの B の46ね、これがどうもその弥生人の遺伝子じゃないかとね、言われてて、まあ、ルートもね、さっき言ったような、こういうルートで、まあ、推定されてます。で、まあ、その辺は、そうですね、どういうふうに出てくるかというと、例えば、246号ですね、見てみると、どんな人たちが、まあ、ミャオ族とかね、リス族とか雲南の方でね、いる集団に多く見えまして、また日本とかにもね、見えてくるっていう感じですね、まあ、ちょっと今時間がかかってるんで、分けて見せしておくんですけど、まあ、それでその他ね、まあ、雲南っていうのは弥生時のね、時との比較とかね、それに関係する回転盤ね、を使用などね、いろいろ調整方法とかも雲南のそれとよく似てるわけですね。まあ、いろんな意味ですごく重要な地域だと、四川省ね、まあ、地震とかもね、最近ありましたけどね。
三国時代で言えば蜀ですね、魏侯蜀の蜀のね、まあ、ちょっと遅くて申し訳ないんですけど、まあ、こんな感じでですね、うん、まあこんな感じでね、ホームページで見ればたくさん出てくるんですけど、でこういうふうに出てくるんですね、順番がね、と、まあ、ミャオとかね、あのまあハナとかね、ハカ族とかね、あのまあずっと行くとベトナムとか、まあ、ずっとつながって、どこに出てくるのか、まあ愛知ですね。愛知っていうのはその弥生もね、あれ行ったとこですからね、まあ、ずっとこうだん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 合わせて低くなってます。こんな感じで、まあ、これは分布図ですね。ね、こういうところが、まあ、これがね、いよいよが見えるところっていうのは話ですね。まあ、こんなこんなで、まあ、いろんなデータがあります。で、特にですね、まあ、そこの、南にですね、B54 っていうのは、ここはあるんですけどですね、まあ、これもその越人ですね。五っていうのはこの辺で、まあ、越っていうのはもう本当にこの辺南の方ね、越人の遺伝子って言われて、ただこの人たちもちょっといつ来たのかっていうのはね、まあ弥生時代なのかっていうのも話もあるんですけど、ただそのこの HL86 からその日本へ渡ってきた年代ですね、渡来年代を推定したその図がこちらなんですね。そうするとですね、例えばこの B54 ですね、今言った一番南のこれはですね、意外と新しくて、この紀元後ね、500とかね、400とかね、韓国は400ね、だからすごく新しく弥生時代終わってからですね、渡来してきたというデータになっちゃうんですね。とこの人型はちょっともしかしたら古墳時代の人とかね、まあ具体的にはあの日向神話ですね、あの神武天皇がこうニニギの御事がねこうやってきたとかね、ちょうどその天皇のそのね、あの祖先の話と関係するような、まあ、南方の航海民ね、これがとも B54 じゃないかとね、ちょっと私的には考えてるんですけど、年代から見てもね弥生時代じゃないですか。まあそんなこともありまして、だんだん年代も分かってきたと、この年代表をちょっと何度かちょっと見といてほしいんですけど、まあ先ほどの B46 ですね、弥生時代 B46 はちょっとここに出てきまして申し訳ないんですけど、まあいろいろございましてですね、例えばそのこの辺が弥生時代ですね、ちょうど2500年とか2300年ぐらい前にこう渡ってきた人たちがこう見えますよね。で例えばその B35 あるいは B62 とかね、62、まあこういうのがありまして、この辺の人たちはどうも弥生人の、ね、始まる時代ぐらいに来たんじゃないかと。でちょっとこの日本の場合早いのが B61 っていうね、これが紀元での1100から200年ぐらい、これはちょっと注目したいなと思うんですけど、まあちょっと早く渡ってきた人もいると。これは縄文時代ですよね、縄文人なんですね。でもまあ弥生人の初期の弥生人も実は紀元前1000、ね、年頃、あそうするとこの B61 になったらね、ちょっと頭に入れといてもいいのかな。で B62 と61というのはあのアイヌ人にね多く見えるんですね。ってことは、まあ、アイヌ人ってのはその縄文人ですね、弥生人が入ってくる前の縄文人のまあその血をね、まあ純粋に受け継いでる可能性がある、まあだいぶ違うって話しますけど、まあ本土の人よりは近いと言われてる人で、まあそういうアイヌ人のあれもちょっとまあね見ていくといろいろ分かってることがさらにたくさんあるぞと。でこの辺はまあめちゃくちゃまあ、今の言ったようなことがねいろいろまあ書いてあるんであれなんですけど、まあ後で読んどいてほしいんですけど、でまあその特にですね、その今の B61 紀元前ね1000年ぐらいに入ってきたね人たち、
とかあと弥生時代入ってきたね B35 とかっていうのはそのあるいは B7 っていうのがねいるんですね。これはもう日本に多いんですけど B7 っていうのでこの B7 っていうのは面白い文法をつけてそのケルト人の遺伝子ってね向こうでは入れてって言われててアイルランドとかねあのクロアチアとかそっちの方が多いんですね。でこれは結構古い系統で、まあ、古いコーカソイドと言われてるんですけど、まあ、それ B7 なんかもねだから結構日本には実は多く見えてる。でなんでそんなことがねヨーロッパの方の、まあ、すごく遠いところの遺伝子が日本人の方にも見えてくるのかっていうのが、まあ、一つの、ね、疑問点として浮かび上がってくるんですね。でそのまあ結論から言うと北方遊牧民のあの遺伝子だと思うんですね。北方遊牧民というのはその南ロシアとかあるいはもっとアルタイ山脈とかねそのバイカル湖とかモンゴルですね上の方ですね。あの辺の人たちがその東西にね分かれていくと。で西に行ったのはそのケルト人とかさ欧州になって東にとか南とかに下ったのはあの日本とかねあのまあだから同じ遺伝子がね共有してるということですね。だから完全にモンゴロイドコーカソイドって全ての我々 の遺伝子が完全に東と西に分かれて発達しているわけじゃないこういう事例もねあると。でそれを仲介しているのがまあいわゆるモンゴルに似たようなね、まあ、北方遊牧民だと。だから北方遊牧民の文化ってちょっと重要なんですね。でまあその他ちょっとですね、まあ、朝鮮北部に B44 とかね、まあ、紀元後1000年ぐらいに入ってきたよね電子の人もですね多かったりしてまあ謎がまだ多いんですけどまあそういうことで、こっちもね、まあ、B35 で特にその B35 も弥生時代のねあたりにこう渡ってきたように見えるんですけど、まあ、これも B7 と関係すると結局弥生時代の始まる前後に北方の方ここからですね、こういう遺伝子を持った人たちが、その結局なんですかね、まあ、中国のさっきの四川省とか雲南に行った人と混じり込んで、結局こう日本にこう北方と南方のね一生混じり込んで日本の方に渡ってきたから結局こういうね結果になるんじゃないかと僕は考えてるんですけど、まあそれはなくもいいです。で特に B38 なんかもねあれなんですけど、そのでそのまあ、B35 ブルガリアのねアシュケナージのユダヤ人ですかね、まあ、ユダヤ人も出てますね。でこのアシュケナージって人たちも結局北方遊牧民のね血を結構受け継いだ祖先がいると。で、まあ、ユダヤ人っていうのはどっかで聞いたことある、まあ、商売上手とかねあのアメリカの方ではユダヤ系ねサイバーズとかねまあなんだかよく分かんないけどいろいろ聞きますよね。でまあこの人たちっていうのはその血縁が意識がね閉鎖的なんですね。すごく他の民族の人とは結婚しないとかまあ先民思想っていうんですかね私たちは選ばれた民だみたいなねまあとにかく交わらない 血縁的にね。それでその割にその結局そのもともとは中東のイスラエルってとこにこの辺りに住んでたんですけどまあ、ローマ帝国の時代にですね滅ぼされてその、まあ、ヨーロッパ各地に移産するユダヤ人ね。であちこちで、まあ、離散しながら、まあ、血縁をねとりあえず保ってきてるんでそうすると面白い特徴が出てくるんですよね。まあ結論が出て追いやすいっていうねまあいろいろな意味でこう純粋なんで昔の系譜を追いやすいんですねユダヤ人のねあれって、まあそんなこんなでですねあのまあ、ちょっと後で少し紹介したいんですけど、あとその B52 っていうのが日本に乗った一番多いんですね。これはですねやっぱ北方系で、なんですかねやっぱりブルガリア原住民とかクルド人とかねこういうのにも多い系統ですね。で結局シベリアのそのバイカル湖のねアルタイ本あたりでこのまあ分離していったとまあそういうふうに言えるんですけど。で結局日韓の遺伝子群を見ていくと、B35、B44、B52、ね、この、ね、までが全く同じなんで、こういう集団が朝鮮をね、経由して、日本にこうある時期にね、やってきたという可能性が分かってくるんですね。で、
まあいろいろ細かい話なんですけど、一応そのまあ今遺伝子解析っていうのが多くて、そのなんですかね、まあ流行パプロとか孔子のパプロとかね、そういうのも分かるような時代なんですね。徳川家のパプロとかね、後でちょっとお見せしたいと思いますけど、まあそんなこんなでですね、まあ皆さんのご先祖がね、どこの大名でとかね、どこの天皇でとかね、まあ、どこの誰々だっていうのがだいぶ分かるような時代になって、まあそういう形で、すごくね、発展してきて、これがテクノロジーかなと思うんですけど、まあそれはまたプライバシーの問題とかいろいろね、難しい問題もあるんですけど、で先ほどのそのユダヤ人ですね、まあ、ハプロっていうのももう分かってまして、特にその例えば Y 染色体のね、ハプロの Q1B のね、 L4Y220 の以下ですね、こうずっと来て、ここの下が全部こうヨーロッパのユダヤ人ですね。まあここから行くとここですねこの下になっちゃうんですけど、ここの下がもう全部で、ちょっと上もイタリア人とかね、こうヨーロッパ人、この辺がまあユダヤ人のね全体で、その前がですね、ずっと中東のイラクとかね、ヨルダンとか、要するに中東になっちゃうんですね。だからまあこう追っていくと、ここでこう彼らがね、ローマ帝国からまあ滅ぼされて、中東からヨーロッパ遺産したで、まあ、この人たちの先祖はここの人だね、そういうことがまあ分かるような時代になってきてですね。特にそのまあそれはユダヤ人のあれを見ていくと、 E 系統とか G 系統に見られるユダヤ人にも同じ傾向が見える。だから彼らはその結局どこかでまあ結局父祖一系ってですかね、ずっと先祖からその中東の時代から、まあ、血脈とその宗教を保ってきたっていうね、結局そのユダヤ人の宗教が今ねローマ法とかつけますけど、のキリスト教にも関係してきて、まあ、イエス・キリストってのはユダヤ人ですから、弟子もユダヤ人ですから、もともとはユダヤ人に宣教してた人ですからね、まあ、そういう意味でユダヤ教の影響とかユダヤ人の影響というのは宗教界でも、まあ、すごく大きいと。まあ、それでその元になったのは旧約聖書っていうですね、まあ、キリスト教で使っている新約聖書じゃなくて、その旧約聖書ですね、ユダヤ人の歴史とかユダヤ人の宗教を書いた旧約聖書に、まあ、記されると。で、その旧約聖書でいろいろ系譜があるんですね。それは面白いのが、その例えばアダムとイブから始まって、でノアの洪水ですね、人類はね、まあ、滅ぼされて、その後、まあ、アブラハムが出てきてとか、ね、ダビデとかで、どっかで聞いたような名前のね、あの人たちは、そういう系譜があって、結局そのユダヤ人の人っていうのはアブラハムっていうね、その男にこう行き着くんですね。でこれがイラクのこの辺に、まあ、住んでたんです。イラクの北って言われてますけどね、ウルってとこね。でこの辺に住んでた、それが紀元前2000年頃に住んでたっていう。で彼らの、彼らがまあ例えばその彼らの子孫の中に、例えばヤコブっていう、まあ、子孫がいて、そこからその12人のね子供が出てくる。でそのうちのユダ族、ユダっていうのがいて、1人が12人の子供のうちのユダが、結局そのユダの子孫がユダ族で、結局ユダヤ人ですね今ね。だからユダの、結局そう辿っていくとユダに辿り着くはずですねユダ、結局ユダ王国から彼は来てる、彼は来てですから。でユダっていうのはどの辺かっていうね、12人の子供、ヤコブの12人の子供、多分この辺だろうというのは分かってますね。年代がこう結局その何ですかね、出てくるんですね。どのくらいの年代にこの遺伝子がね分かれたかみたいなね。で年代に見ていくと、結局そのユダヤ人の多いね Y2200 の年代っていうのは、その、まあ、紀元後500年ぐらい、50年ぐらいから現れるんですけど、ちょっとその親の系統はその YBP2500 ね、で出来上がったのがもっと前で、まあ3500、そうするとそのモーセって人たちがそのユダヤ人をね、エジプトから
まあ、導き出したっていうね、出エジプトっていう伝承なんですけど、エジプトで奴隷状態なんですね、ユダヤ人がね。でその時の時代と、まあ、紀元前1500が、まあ、重なってくると。そうするとその結局その Y2225 あたりですね、うん、まあ、この辺が結局そのユダヤ、その辺から出エジプト後にユダ族っていうのができるわけです。だからこの辺がユダだっていうね。でそうするとこの兄弟系統がいるんですね、なんかね、たくさんで5つぐらいあると。まあ、これはそのユダ兄弟のその12人のね、子供のまあ子孫だろうってことなんですね。でその大半はですね、結局そのまあ紀元前722年にですね、アッシリアっていうね帝国に滅ぼされて、まあどっかいなくなっちゃったと、失われた女子族だってね言われてて、今でもユダ人自体は探してるみたいなんですけど、まあどうも東方行った方らしいとかね、いろんな噂があって、まあ結局そのそれなんかもまあ結局長いこと論議されてるんですけど、遺伝子で見ちゃうと、これヨルダンに、まあヨルダンっていうのはイスラエルそうですね、近いのもありますけど、トルコに行ったのも、あと中国にね言えたんですね、中国とかね、まあ、東に行ったのはモンテネグロですかね、まああちこちこう向けた、あちこち散っちゃってると、まあ、の分かってくるんですね。そうするとまあ、結局その中国ではどこに見えてくるか、あの郷土ですね、あの墳族ですね、まあ紀元前後にね見えてくる郷土っていうね、漢の王朝と対立してたそのまあ今でいうね北方遊牧民のまあところを支配してた人々のそうですねお墓があるんですけど、その中の貴族層ですね、王様層が貴族層にこの Q1B っていうね遺伝子が見えてくる。で、まあ、Q1A っていうのもね一緒に見えてくるんですけど、まあ、階級があったりして、ね、それで骨のその遺伝子を見ることは Q1B の人はちょっとね上の高いで、 Q1B の人はちょっと下だったとかね、そういうのも分かってくるんですね、こういうのが分かってくる。でもともとじゃあ Q1 っていうのはどういう血だったかっていうと、まあ最初このイラクの辺りで発生して、まあ、この辺でね発生して、で温暖化の時代にこの辺まで行っちゃうんですね、あの暖かいもんですから北の方まで行っちゃう。でこの辺で発生して、でこう分かれるんですね、ここに日本とかその南米とか行っちゃうね、こういうこの辺でこう Q1A とあと中東に戻る Q1B にね分かれるんですね。で Q1A っていうのはこのベトナムとか中国とか薄く見える日本にもちょっといるみたいですけどね。で Q1B っていうのはこうここからまた戻ってってですね、まあ、最終的にこの辺に中東に入っちゃうんですね、戻るんですね。でその戻ったところにいるのがこのさっきのイラクのね北部に、まあ、構えたらしてアブラハムじゃない。そうすると遡っていくとですね、まあその Q1B の子孫はどこにいたか、まあセム語とかね、セムって言ったらね、でヤフェトとセムっていうのがいて、ヤフェトっていうのはその北方遊牧民の祖先のスキタイ民族のね、多い。スキタイ民族っていうのはさっき言った月氏のね、あの雲南に出てきたその、あの坂月氏とかね、アイノの祖先ですね。まあスキタイ民の祖先はヤフェトだ。でその兄弟のセムの子孫がまあ要するにユダヤ人の中東に戻ったね。こういうのを系統で寄っていくと、まあ、よくきれいに分かれていて、まあ、年代もこう5500年とかね、こう、まあ、5500年前だから、まあ、そういう形でね、まあ、いろんなことがもう分かってきて、今まで文献でしか明らかにされてこなかったようなものがだん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 ね、こう伝説じゃなかったぞみたいなのが分かってくる時代。それは結局その、まあ、日本古代史の研究にも活用できるんですね。まあ、私の専門の渡来人がどこから来たかとね、まあ渡来人の子孫は誰なのか、でどこに住んでるのかっていうのもこう遺伝子研究をこうやっていく上でこういう形でもうはっきりしてくると。そうするとその今まで考古学と文献史学でしか、まあ、解明できなかったところにこういうのが出てくると、まあその活用法がですね、あのだんだんこうまあアイデアをね探していきたいなってところで
ったんですね。まあそんな話でとりあえずまあ35分ですけど、もうちょっといっちゃいますね。ね、今日ちょっとルークワークも深いので、でこの和人ってですね、和って言ったんですね、昔我々ね、の日本列島、日本の人ね、和人って書いてるんですね。で和人の祖先ってのはどこに見えるのか。で、まあ、いろんなところに和っていう字は和人っては書かれてるんですけど、まあ、特にその仙台峡ですね、あの先日からちょっとずつねお知らせして、この中にも和人っていうのが見えてくるんですね。でまあとりあえずその順を追って仙台峡を見ていきたい。でそうするとその、まあ、例えば海内東峡ですね、まあ、中国の東の方にいるね人たちのついたついての、まあ、記載。そうするとこうね、都市は海の中にあるとかね、まあ、牢屋山とかね、うん、関東ですね、南東にあった南にあったとかね、こう方向が書いてあるんですね。このちょっと方向はずれてるんですけど、半分ね、少し45度ぐらい、こう見ていくと結局その牢屋山っていうのはこの山東半島ね、この辺ね、で牢屋台もこの辺で、その下に南にあるの育州都市ね、でその下に関岸四丘ね、で越が越の国があると、でここに雷郭ってね、沢があるとかってね、ちゃんと綺麗に書かれてるんですね。これは戦国時代より前、春秋戦国時代の書物ですから、まあ、周の時代のねあたりの伝説、まあ情報も入ってるんじゃないか。かなり中国の書物の中では古い部類のね書物ですね。まあその中にですね、結局その特にそのこの辺の人々ですね、遠いって言ったんですけど、まあ弥生人の祖先の場所ですけど、この場所に住んでた人たちのことがこういうふうに書いてて、でこの辺ではすごく低質なんですね。あのここにちょっとちっちゃく出てますけど、その7メーター海深状態だともう沈んじゃうんですね。